タトラ T3 とは、チェコのプラハに本社を置く、KD タトラによって生産された、路面電車。1960年から1989年に、かけて、計13,991台が生産された。この数は、世界中の路面電車で最も多い生産台数で、ある。また、KD が1994年に民営化された、後に、車体や、 制御装置を刷新した造備車が製造されている。タトラ T3 を開発する上で課された条件は、前モデルであるタトラ T にと同様の乗客を乗せつつ、その生産をより良いにするというものであった。そのため、若干ボディが薄くなり、座席にも改良が図られた。タトラ T3 は、チェコスロバキアの各地で運行されたほか、急遽3県の各国へ輸出された。 チェコスロバキアから各国に輸出された T3 は、その末尾に輸出先の国を示すアルファベットが付けられた。タトラ T3SU はソ連に輸出されたモデルであり、1963年よりモスクワで用いられたのを最初に33の都市で導入された。このソ連型のモデルはチェコスロバキア国内でも用いられるようになり、T3 サックスと称された。タトラ T3D は、 東ドイツに輸出されたモデルであり、まず1964年よりドレスデンで導入され、後にシュベリーンやカールマルクスイコールシュタットでも導入された。現在でもケムニッツでは T3D が試電で用いられている。その他、ユーゴスラビア向けの T3U やルーマニア向けの T3R などが生産された。1973年から1988年にかけて製造された。 タトラ T3 と同型の付随者。T3 から運転台を取り除いた外見となっている。122両がチェコスロバキアや東ドイツへ導入され、T3 など動力者に牽引される形で用いられている。T3R1990 年代に展開された T3 のモデルチェンジ形式。インダストリアルデザイナーのパトリック・コタスが手掛けた。 新規デザインの全面形状が採用されたほか、回生ブレーキが使用可能な電気子直波制御方式の制御装置が搭載され、消費電力が50%削減されている。新造車に加え、従来の T3 の台車や機器を再利用した機器流用車も試作された。T3RF1990 年代に展開された T3 のモデルチェンジ形式の一つ。 T3R と同型の車体や電気機器を搭載しているが、終電装置が菱形パンタグラフである点や、乗降扉が両開きの2枚折り戸式になっている点などが異なる。主に、ロシア連邦の都市に導入された。1990年代以降、チェコやロシアなど、タトラ T3 が多く活躍している国では、制御機器の交換、車体更新、 それに伴う低償化など、T3 の近代化工事が行われている。チェコ共和国スロバキア、共和国ロシア連邦ウクライナドイツ連邦共和国、ラトビア共和国クロアチア共和国ボスニアヘルツェゴビナ、朝鮮民主主義人民共和国日本国。ありがとうございます。